やば、後ろのクマほぼ完成してね、なんかすごいことになってんだけど。ちょっと待って、数日間フォートナイトログインしてないだけで、なにこれ、これあれか、イベントまで、あと5日間しかないの、やば、早くね。そっか、6月3日までだから、あと数日でもうワンタイムイベント、コリジョン、これだ。やばいやばいやばい、早すぎない？6月5日の午前5時はスリリングな一度きり一度限りのシーズンフィナーレに向けて装備を備えよう。ほー、やば、びっくりした。後ろこのピンクマちゃん、ピンクマでもないけどね、ピンクマかと思ったらなんか全く新しいメカクマになってますけど、セブン色じゃないこれ、普通にこの色合い。はい、ということで What's up guys? My name is Leon and welcome to my video。 ということで今回の動画はもうあとね、シーズンワンタイムイベントまであと5日間しかないということで、まあ、実はこの情報自体は1週間ぐらい前から出てて、ちょっと最新じゃないのがちょっと申し訳ないんですけど、今回はちょっとシーズンワンタイムイベントの前に絶対やっておくべきことを皆さんにこの動画でご紹介していきたいと思います。僕自身もまだ182レベルということで、今シーズンやっぱ期間が短かった分、いろいろとねまだできてないことが多いんですけど、シーズン終わる前にやらないと、もうシーズン限定もののものがあるので、今回はそこら辺をね、一つ一つ紹介できればなと思います。皆さんもぜひ最後まで見ていってください。それではどうぞ。で、一応最初に言っとくんですけど、これについての公式情報を、シーズンが終わる前にやっといてくださいっていう公式情報もあるので、そちらのね、もう公式情報見たい方は概要欄にリンク貼っとくんで、そちらでチェックすることもできます。はい、ということで僕もそれを見ながらやっていきます。はい、ということで、まず最初にもうね、早速ちょっとこの公式サイトから情報を皆さんに見せていきたいと思うんですけど、ゼロポイントのコリジョン、一時限りのコリジョンで決まる。このイベントは、総力を必要があるので、4人組のスクワッドとしてパーティーを組んで出撃に備えよう。イベント開始の30分前になるとコリジョンのプレイリストがフォートナイト内に登場するので、開始までの間に装備を備えておこうって書いてあります。で、なんで今もう公式サイトを見せてるかっていうと、これ実は日本語と英語でね、訳し方が違って、書いてある情報と書いてない情報が違うんですよっていうのをね、今ちょっと気づいたので、撮影中に今変えてるんですけど、これね、実はイングリッシュって言語を英語にすると、こんな感じで書いてあります。The fate of the zero point will be decided in this one-time in-game event collision. This event will require all hands... で、同じようなこと書いてあるんですけど、スクワッドが必要みたいなことを。なんですけど、実はここにもう一文章、日本語の方では書いてないことがありまして、Players without a full squad will have their groups filled with others to assist them during collision. ってことで、なんと、スクワットがなくても、埋めるで入れるようになります。だから、まあ、4人、スクワットが必ず、4人必要ってことなんですよ。だけど、まあ、1人でも埋めるで、その残り3人を埋めることができる。野良で。野良か、それか、ボットか。のどっちかでね、3人が自動的に入って、まあ4人でワンタイムを見るような感じになると思うんですけど、はい、ここでね、1人でも入れるっていうの書いてあるんですけど、これね、何回か日本語の方で確認したんだけど、書いてなさそうなんだよね。で、いろいろ海外の方でも調べてみてたら、このね、埋めるでいけるよってのを後から公式が追加したらしいので、まあ、もしかしたら英語の方だけがね、後から追加されて、日本語の方は結局そのまんまで追加されてないから、ここに書いてないのかなって思ったので、ちょっとこれ重要情報じゃん。1人で入れるのか、それとも4人必要なのかってちょっとわからないと思うので、しかも下の方に行ってもさ、なんかそんなようなことも書いて、様子もないのでね、一応ね、早速ちょっとこの公式情報から分かりやすいように皆さんに見せてるんですけど、ここには書いてないんですけど、英語の方でね、1人でも入れるって書いてあるので、まずここ1つ目、多分みんなこれは知らなかったと思うので、よかった、確認できてよかった。はい、って感じで、まあ1人でもこのスクワッドを埋めるでね、入れます。で、30分前にこのコリジョンがプレイリストに登場するっていうのはこちらですね。これがプレイリスト、ソロとかディオとかいつも書いてあるじゃん、クリエイティブとかこんないろいろ今あると思うんですけど、ここに、ワンタイムイベントが出てくるので、普通にソロに行くとかじゃなくて、多分これが全部一回消えて、いつもと前のイベントとかと同じだと、これが全部消えて、その代わりにコリジョンっていう新しいイベントが出てくるので、30分前に
なのでそれを選択してプレイとすとそのワンタイムイベントに行けるはずで、最大4人までなんで、多分以前のイベントとかだと16人で行けたりとかしたと思うんですけど、4人までです。スクワッドでしか行けないので、友達3人連れて4人で行くか、足りなかったら友達2人と行くとして、まあそれは3人だからあと1人が埋めるだったりって、まあ、最大4人までなので、そこそれだけ注意してください。4人以上はいけないのでってことですね。はい、それがまず1つ目のポイントです。次行きましょう。で、あとそうだ、これはちょっと僕の一応おすすめなんですけど、結構ねワンタイムイベント直前ってみんなログインしようとして、ログインできない時があるんですよ。なんか一斉にログインしよう、シーズン変わる時とかもよくあると思うんだけど、一斉にログインしようとすると混雑してみんな一気にログインしようとするからエラーでログインできなかったり、待機リストみたいのでずっと1時間待たされたりとかしてイベントを逃してしまう時もあるので、これって一度きりのイベントなんで、2時間前とか、まあ早くても遅くても、どっちだ、6月5日の朝5時なので、朝4時、1時間前に遅くてもログインしとくべきで、まあ、もっと前にログインできるなら多分3時とかにログインするのが一番いいと思う。朝3時だからね、もう起きれるかみんなわからないけど、マジで早めにログインしとけば越したことない。まあ前日にログインしても全然ありだと思う。寝る前にログインしちゃっといて、次の日の朝5時の1時間前4時とかに起きてイベントを待機するのでも全然ありだと思うけど、とりあえず、手前すぎたら多分ログインできないかもしれないので、例えば朝5時でしょ、だから4時半ぐらいにログインしようとしたらログインできない可能性があるので、まあ4時より前、4時3時2時1時それか前日ぐらいにもうログインしといて、そのままでゲームをね、待機しといた方がいいと思います。これは、多分公式情報では書いてないんですけど僕のおすすめです。直前ログインは多分ログインできなくなるので危険。次に、まあ、フォートナイト公式がこのイベントを盛り上げるために日本時間の6月4日午後9時からフォートナイトにログインしている人、まあ、だからイベント見る人はもちろん、イベント見ない人でも6月4日の午後9時からフォートナイトにログインしたプレイヤー全員に限定のロード画面とロビートラック、まあ、ロビートラックっていうのはこれかな、この音楽みたいな、僕はいつも撮影用で切ってるんですけど、これの限定の音楽とあと、ロード画面ですね、こちらの多分イベント関連のロード画面、この2つの限定アイテムを、無料でもらえるらしいです。なので今回のこのワンタイムイベント一度きりなので、まあ見るのめちゃくちゃおすすめなんですけど、まあどうしても見れないって方でも、予定が入ってたりしてね見れない方でも、6月4日の午後9時からログインできる場合はログインしておいて、こちらのねログインしとけばこちらの限定ロード画面と ロビートラックもらえるので、ログインだけでもしとくことをおすすめします。はい、って感じで、まあイベントの注意点はこんな感じかな。それ以外は、ゲーム内のことですね。まあワンタイムイベントの後はそのままダウンタイムに入って次のシーズン3に行くので、まあ実質ワンタイムイベント前にやっておくべきシーズン、今シーズンのものなんですけど、まず最初にクエストら辺の、まあ、レベル上げですよね。バトルパスのところでこちらのまず最初のこの報酬レベル100までがこのドクターストレンジまでのスキンで、その先も、レベル100からレベル200何個ぐらいまでかなはこのボーナス報酬のところがあるんですけど、ここをどんどん解放できるようになるので、解放してない方は必ずここ解放しましょう。これ限定したりとかなんで、こんな感じで色違いのやつだったり、銀色と、このテンピストっていう紫色とビビッドっていうこの金色のこの3つのね追加スタイルをゲットできるので、僕も多分レベル足りてないんでね、今どこまで解放できるんだろう、ちょっと解放していこうか。これね結構なんかあれなんです、今はまだみんな持ってるからいいんだけど、徐々にシーズンが経っていくと、うわあの時解放しておけばよかったなって思うやつとかも出てくるから、必ずやっておきましょう。これは限定なんでね、シーズン限定なんで、もうあと10しかないから、俺は残りこの金のやつを全部解放できるぐらいまでレベル上げをしなくちゃいけないってことですね。なるほど、レベル上げ大変、マジでシーズンが短いと足りないよね時間が。で、もう一つ今シーズン特有のツルハシがあると思うんですけど、オムニソードってやつのいろんなスタイルとかがあるじゃん、これこういうのいろいろ変えれたりするんですけど、このねオムニソードってやつも、これもまあ使うか使わないか使わないか別として、多分ね今後持ってたら、すげえこんなこともできんの知らなかったんだけど、こんないろいろあるんだね。何これえ、何こんなことできんの、俺知らなかったんだけど、何これ色変えれるの、どうやってやんのそれ、あ絶対これじゃん、わすげえ、こんな色とかも変えれるんだね。はい、こういう感じでね、いろいろと面白い、うわすげえなこれ、
うわ、欲しいんだけど。かっこよ。全然知らなかった。はい、あと音とかもね、振った時の音とかもめっちゃカスタムできるようなやつ。これもマップ上にこの多分オムニチップってやつがあって、これをねどんどん集めていかなくちゃいけないと思うんですけど、僕全然集めてません。でまあオムニチップの場所なんですけど、こちらのクエストの方に行って一番下に行くとね、このオムニソードって書いてあって、ここに全部オムニチップの場所とかがあるので、これ一つ一つね、このこれが場所ね、シフティシャフトでオムニチップを収集するって言ったらこれで、次にジョーンズってところはこれでね、場所が全部書いてあるので、これ全部辿ってって集めていけば、足りてないやつもねここに書いてあるので、こちらを参考に全部集めていくことをお勧めします。これもシーズン限定なんで、次のシーズンになったらもうオムニチップすらもうないんで、このシーズンだけでしか集められないものなんで、必ずやっておいた方がいいと思います。めんどくさいけど。はい、で次ですね、次がこちらのプラウラーっていう、このまあスパイダーバースのなんだっけ、マイルス・モラレスのおじの敵役なんですけど、おじの敵役、いやマイルス・モラレスの敵役で、マイルス・モラレスのおじなんですけど、このスキンとかも、今シーズン限定のものなんで、これはクエストをやらなくちゃゲットできないものなので、必ずこのクエストはクリアするようにしておきましょう。僕もまだ完全にクリアしてません。ここら辺とかねしなくて、一応見やすいようにソロとかに選択してここのクエストを押すとね全部出てくるので、こんな感じで、これのプロウラー、この、デイリービューグルでスプレーを使用するとか、サーマル武器で敵にヘッドショットを決めるとか、こんな感じのやつをやるとちゃんとね全部いろいろゲットできるようになってるので、必ずこのプロウラークエストはクリアしておきましょう。でレベルが足りてない人は、ここら辺のねシーズンクエストとかをやっていくと、レベルがどんどん一気にこのクエストの経験値とかももらえるので、ここら辺のクエストをねクリアしていくことをおすすめします。でやり方とかもね、これクリックするとなんか場所をジェットパックで飛行するとかは場所関係ないから書いてないんですけど、このバトルバスでガソリンスタンドを訪れるってやつとかは、ほらあのガソリンスタンドの場所が書いてあったりね、結構分かりやすいようになってるので、必ずこれを見ながらねシーズンクエストだったりデイリークエストをクリアすることをおすすめします。これレベル上げに一番多分早いのでやっておきましょう。でまあこのフォートナイトのこのレベル自体はボーナスのこの報酬を全部ゲットできたらもう上げる必要はないので、このボーナスを全部ゲットした時点でレベル上げはやめていいと思います。で、あとあ、そうだそうだ、オメガナイトね、オメガナイト買った人限定になっちゃうんですけど、このオメガナイトのクエストも6月3日だからワンタイムイベントの直前までしかできないので、シーズンが変わったらもうこのクエストは全部消えてしまうので、必ず、このワンタイムイベントが終わる前にオメガナイトのクエストもクリアするようにしときましょう。これ1レベルって書いてあるから1レベル上がるってことなのかな、まあ、結構あって、スキン自体も多分ね、この全身金色のスキンゲットするためにはクエストを全部クリアしなくちゃいけないので、これを買った人は必ずやっておきましょう。結構ねこのクエストでレベルも上がるようになってるので、レベルで苦しんでる方でお金に余裕ある方はオメガナイトを買って、このクエストもね、どんどんクリアしていけばレベルに貢献できるので、買ってみるのもありだと思います。まだアイテムショップにあるよね、確かなかったらごめんなさい。次にこちらですね、レールガンリーコンウィークっていう、まあ、今週今あるワイルドウィークなんですけど、これもねリーコンスキャナーを使って敵のプレイヤーをマークするとか、こういうのも、あと1日と10時間だから約34時間ぐらいかな、1日20時間プラス10時間だから30、あさってぐらいまでしかこちらのレールガンとリーコンスキャナーのクエストがないので、ここでもね結構経験値がもらえるので、多分レールガンとリーコンスキャナーに関してのクエストなんですけど、こちらもやればすぐに経験値をいただけるのでやることをおすすめします。でこのワイルドウィークが終わったら次に、3つ目のワイルドウィークインゴットの週が始まって、全部マップ中の例えばレベルアップだったり NPC から買うものだったりが全部半額になると思うんですけど、それでね今シーズンインゴットってシーズン限定なんで、次のシーズンになったらもう全部ゼロにリセットされちゃうので、集めてるインゴット全部使うチャンスということで、なのでバーゲンセールウィーク、このインゴットが半額のやつが始まったら皆さんこのインゴット全部使うことをお勧めします。多分ねそれにちなんだクエストとかも出ると思うので、インゴット今使うよりはこのワイルドウィーク3週目のこのレールガンとリーコンスキャナーウィークが終わった後にバーゲンセールウィークみたいなのが来ると思うので、その時に必ず今シーズン中にインゴットを使っておきましょう。ああるねあるね、オメガナイト、あったあったあった、あるわ、まだこれですね、オメガナイト。ちなみにこれ オメガナイトもクエストが今シーズンまでだから、まあこのスキン自体も今シーズンまでってことですよね。いつかまた登場することはおそらくないと思います。
ほらシーズン2が終了するまでにチャプター3のマップにホワイトレベルで6月3日までにクリア可能だ。だから6月3日以降はクリアできないってことだから、だから実際前もあったんだけど、このスタイル、このスキン自体が今シーズン限定のものになってくるので、まあ買う価値は全然ありだと思います。レベルアップ、特にレベルに苦しんでる方は買う価値ありだと思います。あと限定が好きな方っていう感じで、今回の動画はワンタイムイベントがあと5日間で1週間もないからね。で、来るということで、ちょっとそれまでにやっておいた方がいいこと、知っておいた方がいいことをこの動画でまとめてみました。この動画の情報が一つでも参考になった方はぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。今回のワンタイムイベントも実際に始まる2時間ぐらい前から僕のチャンネルで配信するので、通知音とかにしとくと多分通知が鳴るのでね、皆さんよかったら通知音もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。 Peace out!